はい、おはようございます。今日は、500クラブ、オークリーカップに出場します。おそらくまともなオープニングが取れないのでここでご挨拶をしております。今日はバックティーで確か7050ヤードくらいを頑張って回ってきます。今日一緒に回るのは天竺ネズミの瀬下さん、後で取っていきます。プロが1名、チームオークリーのなんかすっごいイケメンの人が来るらしいです。初めての試合です。緊張しております。今日の目標は100切りです。てか100でいいです。はい、よろしくお願いします。めっちゃ緊張してきました。トイレに行きたい気持ちは少しあります。さっき多くの人からアクエリアスをもらったのでお得です。お願いします。お願いします。飛びすぎ。何百ヤード飛んでるあれは。あんまり距離出さなくて大丈夫ですよ。向こう土手があるので。そしたらここクレヨンが撤去されちゃってるんで、はい、打ち直しなんですよ。戻って戻って戻った方大丈夫ですか？全然大丈夫です。全然大丈夫です。4段目でここからとかないのね。じゃあ乗ってください。はいはい、最終組でよかったな。行きます。また OB だ。クラブ前のおしゃれで行っちゃったよ。実はこれ用に持ってきた新しいドライバー、ティニット謎のジクラ、そしてプロトタイプと書いてある謎のシャフト、当たってる。今日はありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。瀬下さんです。
はい、あの天竺ネズミのあのって言われてください今日心ちゃんいやすいません本当すいませんめちゃくちゃこれ男しか出ちゃダメなやつそうなんですけど知ってました？知ってましたよ僕防災草心さん、はい、見てました僕 YouTube です、はい、見てますよそら有名ですもんだっていろんな YouTube 見てるんですけど、はい、初登場はい天竺ネズミ瀬下です瀬下、はい、さんゴルフ始めて2年くらい1年半ぐらい1年半はいいやいやすごいえもう100ラウンドくらいしてますよね100ラウンドはしてると思いますですよね、うん、ゴルフどうですかいやもう多分もう中毒なんですよおもろいですかゴルフせんかったらイライラしてくるんですよへえほんまにえ一番よく行く方とかってどんな方で行くんですか一人さらば青春の光の東口です東口さん同じくらいなんですかいや東口の方がちょっとうまいですね、それでですか、あとノブコブの吉村さんとかあ吉村さんもすぐイライラするんで好きそうですよ ね, ねすっごいですよ最初にお会いした時に、はい、なんか俺はアウトサイドインだからインサイドアウトにしたいみたいなことをおっしゃってたんですけど、はい、結構課題が明確ですねもともと野球部で、はい、もうアウトから入るのがもう課題で、はい、ようスライスするんですよあだ今日は一回もスライスしてないんですけどま、はい、っすぐ出すインサイドとまでは言わないですけどのドライバーも結構意識していや、はい、ちゃんとこうドロー目で、はい、出てましたよねよかったあれは良かったですもうそのままなってます、ね、結構ドローボールするもんねいや今日たまたま僕スライスですすごいあそうなんですかめっちゃスライスこのドライバーだとへーちょっと緊張して力が入んなくて緊張しますよね大会のこの雰囲気初めてなんですよ僕も、はい、ありがとうございます楽しみましょうはい、230ヤードで6番で打ちます人を使うと右に曲がってあっちに飛んできそうなので6番で打ちますお疲れ様です。前半回ってみてスコアはなんと55でした。なので5番手にいる。オークリーカップは優しくてですね、オーバーテンだとみんな一勝みたいな感じで見せてくれるんですね。これは優しいです。では後半も頑張ります。
YouTube のこれ小さい YouTube のチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。